ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。現在チケット販売中。詳しくはコメント欄概要欄から。皆様ごきげんようということで、サトル君と初めてのコラボです、はい、お願いします。お願いします。いや今今大会一番注目度が高い人ですね。はい、前回、まあ、ちょっとドダキャンみたいな形になって、うん、で今回また出てきてもらったと思うんだけど、そもそも前回ってなんであのドダキャンになったんですか。うん、なんか怖くて逃げるタイプじゃないと思うから。はいはいはい、そうですね。いきなりそれ聞くんですよね多分一番気になってるんじゃないかなって、うん、あのサップぶっ倒して、うん、あのお祭りムードの時に前回のドザキャンの件をお話しします。その方が。おー、なるほどなるほど、はい、じゃあなんでまた出てきてくれたんですか。まあ、ご存知がわからないんですけど、あのラップをやってまして、うん、で、まあ、それが本業なんですけど、まあ、今後曲を出していくにあたって、まあ、テルから逃げたっていうレッテルがあると、まあ、どうしても変なフィルターがかかっていいものも悪く聞こえてしまうんで、まあ、それを払拭しようかなと思って出たんですけど、前にくテル君が怪我だったんで、まあ、それよりもちょっと強そうなサップに喧嘩を打ったって感じですね。なるほど。じゃあ今回はもうドタキャみたいなことはないと、絶対に。ええなんかね、変なところで エンターテインメントを出してきそうな感じもしてて。いい振りですね絶対ないと。絶対ないです、さすがにね、うん、なるほどね。今はじゃあもう、東京に住んでて、日本に帰ってきて札幌にいました、うん、それはなぜ。ちょっと東京にいるとどうしても人と会ったり誘惑だったり、あの、まあ、人混みとかちょっとそういうのから遠ざかってプロ格闘家みたいな、はい、札幌の美味しい空気を吸ってはいはい、はい、空気は冷たいんですけど人の心が温かくてご飯もいっぱい出てくるんですよ、うん、あいにくそれで5キロも6キロも太っちゃいました。あれ、はい、今回体重は何キロでしたっけ。85と90の間ですね。ああ、じゃあ全然大丈夫と、はい、なんか一時期ブラジルにうん、いてて、はい、それは何で行ったんですか。まあ、修行も兼ねて。はい、ラップの全てですね。お、はい、人格者になるために。タトゥー増えましたよね。タトゥー増えました、そのブラジルで全部、はい、すごいな。それ相当痛いんじゃないですか。その、まあ、相当痛かったです。どのぐらいのスパンで入れたんですか。3ヶ月であらかた入れました。結構な量 入りましたよね、はい、全身、はい、でも毎日みたいな。毎日です。毎日どっか痛くて毎日どっか痒くて毎日どこ入れようか考えてました歌舞伎者ですね。どういう意味ですか。歌舞いてる人生が。今おいくつでしたっけ。27の代です。27歳。27歳ってスターがしやすい年らしいですよ。そうなんだ。はい、世界的に27クラブって言うんですよ。そうならないように祈ってもらえますか。はいはいはい、面白いね。なんかね、独特の世界観を持ってますよね。ありがとうございます。いや、なんか YouTube チャンネルも人気で、やっぱりオーディション出た時もそうだし、もう次回予告からすごいやっぱ求心力というか求めてる人が多いから。そうですね、ありがたいことに、うん、であとオーディションのあのまあ乱闘というかほぼ事件だったけど、うん、あれもまあ応援したくなる人が多いというか、一体なんか大人数みたいな構図だったんで、うん、なんか別に仲間がいるわけでもないじゃないですか。そうですね、うん、だからあの大阪のやっぱ人らはそれこそブラジルみたいななんかね、みんなで行くみたいなタイプじゃないですか。そうですね、うん、そこに一人で向かってたのは男気もあるし、あれであれ見てやっぱテル君の試合の時はなんか逃げたわけじゃないんだろうなっていうのは思ったんですけど、うん、うん、まあ結構応援してる人も多いんじゃないかなっていうことで。でもどうですか、格闘技の練習はしてるんですか。
しましたね今回は。あ、前回は全くしてなかったですけど、あの今回はポーランドさんとね、はい、やって。でもセンサーありますもんね。本当ですか、うん、だって素人であんなあそこまでいい勝負できたっていう、はい、結構ギリギリの戦いだったと思うんで記憶的にも。まあ、サップさんも強いんでね、彼強いですよ、レジェンドっすよ。もう地下学何戦してんだろうなっていう、もうすごい白馬くぐってきてると思うし、松井君との試合見てもかなり強かったんで、もう結構面白い試合になりそうですね。そうですね、なんかね試合勝ったら来そうな感じもあるけどね、周りのあれが。いやないんじゃないですかね、さすがに。うん、まあ、サップさんは結構男らしい性格してそうだけど、こう周りの、ね、はい、子たちがこう来てたじゃないですか、オーディションの時も、はい、まあ、そういうのはもし起こるようなら俺も手助けするというか守るんで、うん、ありがとうございます。まあ、思う存分戦ってもらって、はい、なんか言いたいことあります視聴者に。なんか本当に朝倉さんのチャンネルの視聴者とかブレイキングダウンの視聴者って結構民度いいなって思ってて、なんか心の温かい人っていうか、なんか人のいいところを見つけようとする人が多いのかなって感じてます、うん、はい、その応援してくれてる視聴者のみんながいるおかげで、まあ、こうやって朝倉さんとも今コラボできてるわけで、うちのお母さんが見たらびっくりしますよ。なんで本当にありがとうございます。もともと日本で生まれたんですか。いや、3歳までブラジルにいました。あ、3歳までで、家族はじゃあブラジルにいるんですか。はい、すごいな。なんかブラジルに修行しに行くみたいなお話してませんでした。ああ、ピットブル兄弟、はい、いつか行けたらいいなと思ってますけど。通訳で呼んでくださいよ。ああ、一緒に雑巾掛けしますよ。え、ポルトガル語喋れるんだ。やっぱり雑巾掛けです。雑巾掛け、はい、やらせてください。え、喋れるんですか。あ、喋れます。おお、それいいっすね。と雑巾掛けもできます雑巾掛け、はい、遠いっすもんね。30時間とかかかるでしょ。はい、それきついな。乗り物酔いが激しくて俺。あ、そうなんですね、うん、いいとこですかブラジルは。そうですね、なんかね治安が悪いっていうイメージが勝手にあるんだけど、なんか本当に行かれてるやつは治安悪いみたいな。でもなんかその人はみんな優しいです。うん、はい、ニュースではいつもドンパチやってるんですけど、目の前ではそういうことが起きないっていうか。なんか虎が普通に歩いてるって聞いたことあるんですけど、それは嘘っすか街で。いや、見たことないですね。見たことない、はい、普通に。どっちが好きなんですかブラジルと日本は。日本ですね、はい、日本の女が恋しかったですよ向こうにいた期間は。お、はい、モテるんですかやっぱ。あ、最近モテるようになりました。おかげさまで。なんかモテそうだよねラッパーの方って。そうですかね、割とラッパーってなんかあの対決するやつと、はい、なんか歌出してる人といろいろ種類あると思うけど、はい、曲を出す方ですか。ラップの対決も出てるんですか。もともと曲音源を、うん、音源から入ってるんですけど、ずっとフリースタイルラップがなんか上手くねえみたいな下手だな結構言われるようになってから、ちょっと見返してやろうかなっていう気持ちで、そっちも今本腰入れてます。うーん、はい、あれって即興なんですよね。そうです。成長するのってことあるんですか即興なのに。まあ毎日しますよ、はい、毎日やってれば。なるほどね。じゃあある程度なんか覚えるってことか。あの引き出しが増えてくるんじゃないですかね。ああ、なるほどなるほど。オーディションの振り返りというかどんな心境だったんですか、はい、あれ。まあもう少しサトルワールドに包もうかなと思ってたんですけど、いきなりの振りだったんで、隣のおっさんが狙ってると瓜田さんから聞かされて、やらへんかなんて言われたんで、やるしかないじゃないですか、うん、それどうしてもその聞きたいことがあって、帽子まで取ってもらって、もう髪だけ生えてこねえのかって聞いたら、まあ、あの映像では俺から頭突きしてるように見えるんですけど、彼の方から頭突きしてきそうな 0.2 秒先には彼から頭突きしてきたんですよ。それが来るなって分かったから先に吹っ飛ばしたんですけど、俺あの後頭にタトゥー入れるとしたら何入れたいんですかって聞きたかったんだよ。その前に始まっちまったからな。あの人だったらドラゴンとかでっかく入れたらかっこいいんじゃねえかな、そんなことを思ってたんですけど、
まあ、乱闘が始まって、まあ、乱闘っていうかな、あのまま1対1でサップとはあそこでやり合ってたらもっと面白かったんだけどな。なんか途中違う人と喧嘩してませんでした？途中から名前覚えたんですけど、ナメクジ、アンディ南の相方の、はいはい、あいつがなんかどさくさに紛れてやたらなんか殴りかかってきたり引っ張ったりなんだりしてきて、かと思えばなんかその場を沈めようとしてきたから、お前勘違いすんじゃねえぞって顔覚えたからなって言ったんですよあいつに。カットされてると思うんですけど、もし未公開映像であるなら出してもらいたいんですけど、あいつどさくさに紛れてコツ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 痛くねえパンチ、かゆいんだよな、かゆいことしてくるからよてめえ顔覚えたぞって。申し訳ないですけど本当に俺ブラジルで修行してたんで見てないんですよ、98、うん、なんでいきなり出てきたじゃないですか彼ら。俺からしたら誰ですかっていう感じで、あの人初めてですよ彼は。ですよね、はいはい、でそのブレイキングダウンに出るまでの彼らのそのなんかちょっとしたこの犬と戯れみたいなあれがあったと思うんですけど、もうそういうのも見てなかったんで、まあ、伝説のナメクジかなと思ったんですけどね。じゃあ次やりたいみたいな気持ちも、まあ視聴者が望むなら、うん、ただ俺からしたら全然土俵が違うっていうか、そのステージに来いよ来いよっていう感じで、 YouTube 上げても YouTube 上げる時間もお前違うよって、なんで昼間に上げてんだよ、ゴールデンタイムに上げねえと、とか見せ方、カメラ、ファッション、そういう何から何まで違うから、そいつとドンパチドンパチ殴り合うって言っても面白みがないっていうか。だけど視聴者がそれを望んで喜ぶんだったら喜んでやりますよ。うん、サトルワールド全開だったということで、今日もまあこれがね皆さん好きですから、はい、ね、最後にお知らせなんですけど、ブレイキングダウン10の会場チケット発売中です。埼玉のねコミュニティアリーナ4000席設けてるので、ぜひね皆さん会場にご来場ください。結構ねお客さんとかから言われるんですけど、やっぱ会場が怖い雰囲気で、怖い人が多くて、まあ、行きづらいみたいなね声が結構上がってるみたいなんですけど、警備員も50人以上入っててかなり強化してるので、皆さんね安心して観戦できると思うので、ぜひ来ていただけたらなと思います。今回ねやっぱ4000席ですごい過去最大規模の会場なんで、演出もすごい力入れてます。選手の入場演出とか、まあ、炎とかレーザーとかいろいろあるんで、まあ、そちらも結構迫力あると思うんでね、ぜひ観戦していただけたらと思います。あとフォトスポットに過去ブレイキングダウン出場者が 3,40 人ぐらい来てもらうことが決まっているので、写真撮影とかね握手とかもできるので、ぜひそれも楽しんでもらえたらなと思います。VIP と VVIP チケット購入者は、大会後のアフターパーティー、にも招待ご用意しているので、ぜひねそちらの方も楽しんでもらえたらなと思います。はい、ペーパービューチケットと、会場チケット概要欄の方から、お問い合わせいただけたらなと思います。はい、はい、ということでね、今回本当注目度ナンバーワンだと思うんで、いい試合というか、まあ入場から退場まで、はい、そこに期待してます。ありがとうございます。楽しみにしてください。ありがとうございました。